巨人、鈴木貴博、ソフトバンクの教え方、蛇体が固くなるよ。ソフトバンクから巨人に移籍した周東2世の育成、船越秀虎外野手、22、外塚か憧れの鈴木貴博2軍外野守備走塁コーチ、45から直接指導を受けた。非公式戦ながら今季68盗塁をマークした船越が目標にしているのが鈴木コーチ、巨人の足のスペシャリストによる直接指導では、ホークスの時は姿勢は低く低く瞬きしないぐらいピッチャーを見ろと言われた。でも鈴木さんには体が硬くなると言われた。止めから鱗が落ちたという。ソースあり。これは正論や。走塁指導に関してだけは日本一やからな。こいつも覚醒したらさすがにソフトバンクバカにされそうやな。語尾に W つけるとひろゆきっぽくなるな。名前見るだけであの結婚式ごっこの写真がちらついてしまうわ。有能なんだろうけど、巨人ってすごいよな。3分とかの選手まで記事出るし、ほんま注目度高い。これはソースが必ずある男。今だって周東は全然失敗しないんだから、今まで通りの方かええやろ。なおこいつが指導した巨人の総力。ご視聴ありがとうございました。